サウンドジュリアです。今日も、DS4NB70 で音出しをしてみたいと思います。昨日との違いはですね、スタンドとスピーカーの間に当店の、金属ベース、こちらを、入れてみました。それから昨日の、ビデオは、古い録音の CD だったんですけど、今日は、1977年録音の、こちらのヤマハのレコードダイレクトカッティングディスクですが、こちらをかけてみたいと思います。真空管譜は当店の SJ6L6、 それからプレイヤーはですね、エラックのミラコード62の定価が、175,000円のものですね。こちらに、オーディオテクニカの、VM 型カートリッジET の150番をつけてます。じゃあちょっと音出ししてみます。
ダイレクトカッティングディスクを聞いていただきました。説明を読むとですね、ミキシングコンソールでバランスを取り直接カッティングしたものですと、超高低域まで完全にカッティングされていますというふうに、言い切ってますので、ヤマハが相当気合を入れて、作ったんだなって思います。まあ、パッド聞きは中高域が強くて真ん中が薄く聞こえますけど、まあ、テープによるモルもありませんし、直接カットしているのでシンバルなんかもツイッターが燃えるんじゃないかっていうぐらい、凄まじい音が出てますが、これが伝わるかどうかがちょっと分かんないんですけど、まあ、詳しくはビデオの下に、URL を貼っておきますので、ブログなどを見ていただければと思います。今日は以上です。